ないもんでございますけどね、はい、勉強熱心で勉強になりました。それでは通じてですね、はい、1曲目アレキサンダーズランタイムバンド、はい、抱きしめてくれ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Don't get around much anymore。 これはね、私の思い出です。このお店でももう第一月曜日にやってた、はい、フラットファイブというバンドがあって、川瀬健さんとピアノも入って、原田紀子さんという、原田紀子さん53年間歌ってるんです。すごいですよね。原田紀子さんがこの歌を歌ってるのを僕は45年前に聞いて、私も大きいですけど、はるか彼方いい感じです。そのうち青木さんもこの曲歌える、はい、ね、練習したいと思います。この最後のこの2ステージ目の終わりの3曲の1曲目ですね、はい、青木美香子さんの小学校の時の同級生が、はい、一流大学を卒業なさった後そのまた、芸術系の大学の大学院に行って、そうですね、はい、でその後にね、東京に行って、作詞家の吉岡修さんというところに、はい、うちでして入って、はい、吉岡修さんと天城越えとかね、真っ赤な太陽、真っ赤な太陽、真夜中の、真夜中の歌って、そういう、ね、名作が、そういうことにいっぱい作ってられた作詞家のところで、なんとね、大学院まで行ってね、その後ね、付き人ですからね、10年間、付き人、川口、運転手やって、ほんでその成果でいっぱいね、もう知り合いもできたし、いろんなこと吸収されたようです。でその後にこうやって作られた、はい、いろんな曲も作るし、詞も書くんですけど、はい、青木美香子さん同級生ですから、はい、彼女のためにと言って、コミックソングを作っていただいて、はい、私のためにコミックソングを、ね、ありがたい。津軽海峡といえば冬景色なんですけども、お彼が作った津軽海峡左利きといって、いろんな70年代から80年代ぐらいまでの、まあ、70年代の歌謡曲の、はいはい、歌詞じゃなくてね、タイトルをいっぱい織り込んだ、はい、不思議な曲を作っていただいて、またね、カラオケにもなっておりまして、はい、カラオケのジョイサウンドで今配信されてますので、はい、歌っていただきたいと思います。これはちょっとジャズとは言いませんけども、はい、すいません、オリジナルの曲、リラックスして聴いてください。津軽海峡左利きです。
ですね、非常に難しい歌です、はい、なんとね、これは大正11年に作られた歌。でまあ、日本でジャズソングというのが作られたうちのもう一番初期の一つなんですけども、はい、大正11年でこのタイトルはね、よく、ま、昔の漫才でね、はい、夢二愛し君恋して、はい、そうですよね、ここからですか、愛し恋しさん、ね、夢二愛し君恋し、はい、ここから来てるんですよ。そうなんですね、初めて知りました。そうですか、まあ、今愛し恋しっても知らない人が多いわけでございますけど、一部の人しか知らないです。一部の人、本当名人でございましたけども、その大昔の歌なんですけど、ずっとフランク永井さんもこの曲がいいから、はい、ずっとあのリメイクして歌いたいなと思って、何回もあのチャレンジして、はい、やっとヒットしてる。フランク永井さんの方で有名でございますけど、そうですね、ね、それをまたこのスイートメモリーズでちょっとアレンジを変えまして、お届け、もう非常に新しいテイストが入っております、はい、夢二愛し君恋しの君恋しです。Oh,
Thank you.